電車やバスに乗るときは IC カードがあると便利です。電車に乗るときは駅にある券売機で IC カードを買ってお金をチャージするか、切符を買って改札を通ります。バスに乗るときは会社によりますが、乗り口でチケットを取って降りるときにチケット番号に応じた金額を払うか、一律の料金を払います。最初に決まった金額を払う会社もあります。 IC カードを利用するときは乗り口で読み取り部にタッチします。メリット、日本の交通機関は時間通りに来ることが多いです。安く遠くまで移動することができます。ルール、電車を待つときはホームに並び、車内では電話や大きな声で話すことはやめましょう。優先席は体の不自由な人や妊婦の方、高齢者の方に譲りましょう。事故や点検のため電車が途中で止まることがあります。動き出すまで慌てずに待ちましょう。ポイント、公共交通機関を利用するときはマナーを守りましょう。日本で自転車に乗るときにはいくつか守らなくてはいけないルールがあります。自転車に乗る前に保険に入るようにしましょう。相模原市では必ず保険に入らなければなりません。また他人からもらった自転車は防犯登録を変更する必要があります。これらは自転車屋や自転車を売っているホームセンターなどで手続きができます。自転車はお酒を飲んで乗ってはいけません。二人乗りや並走運転、携帯電話を使いながら傘を差しながらの運転もいけません。暗い道ではライトをつけましょう。また止まれの看板があるところでは一度止まって周りの安全を確認してください。自転車に乗るときはヘルメットをかぶりましょう。ポイント、ルールを守って便利に自転車を使いましょう。詳しい自転車のルールについては暮らしのガイドを見るか市役所に聞いてください。相模原国際交流ラウンジでは多言語で外国人市民へ情報提供を行っています。